はい、ミンゴルファー池村です。今日はね、先日ね、まゆーさんから、フレンドのまゆーさんからコメントをいただきました。私のね、このチャンネルの中で話している解説の中の用語は、まあ、ちょっとわかりにくいところがあるということですね。実は私もね、思ってたんですよね、話してながら。ドローって言ってみたりとか、アゲンストと言ってみたりとか、左足下がりって言ってみたりとか。言ってるんですけども、確かにね、リアルゴルフをやられていない方はもちろんのことながら、やっている方でもね、まああんまり使わないといや使わないと思いますんでね、そういったことも含めて、今回ね、ざっとまとめてみました。まあそれでもまとめきれていないところもあったりするんですけどね。まあまたそれまたそれでコメントいただければ、お返ししようかなと思いますけども、ひとまず私がよく話している、専門用語といいますか、まあゴルフ用語みたいなものをね、まとめてみましたんでね、ご覧ください。まずね、スコアの読み方からちょっとね、説明させていただきたいと思います。まずね、パーという言葉がありますよね。ホールごとにね、規定打数という数字が、まあ、決められていまして、それをパーと言っています。で、ロングホールの場合、長いホールですよね。ロングホールの場合は5打が規定打数ということで、パー5という言い方をしてますよね。で、ミドルホールは4打ということです。ので、パー4。そして、ショートホールは3打。ということで、パー3ですね。この3つのパターンしか、ゴルフはありませんので、必ずロングホールか、ミドルホールか、ショートホール。5打、4打、3打という規定打数というのを、パーという言い方をしています。ので、まあ、ロングホールで5打で上がったら、まあ、普通ですよ、ということですよね。それよりも1打少ない数で上がったら、アンダー。1つ多い数で上がったら、オーバーという言い方をしていきますけども、まずはその規定打数というのをパーというふうに言っておりますので、覚えてくださいね。で、次にね、アルバトロスとか、イーグルとか、そういった言葉が出てくると思うんですけど、それをね、まとめてみました。まずね、上から順番にアルバトロスですね。これは規定打数よりも3打少ない打数でホールアウトした場合のことをアルバトロスと言いますね。ので、まあ、ロングホールの2打目でカップインですよね。あとは、ミドルホールの1打目でホールインワンをするとアルバトロスになるということですね。これは、パーの規定打数から3打少ない打数ですよということで、3アンダーと言い方をしていますね。で、ミンゴルではね、星印でマークされると思います。そして次がね、イーグル。イーグルは、アルバトロスよりも1打多いんですけども、規定打数よりも2打少ない打数で、ホールアウトしたよということで、20丸でミンゴルでは表記されています。そしてバーディーですね。まあ、これは皆さん頻繁に取っていっているスコアだと思うんですけどね。バーディーが、規定打数よりも1打少ない打数でホールアウトしたということで、ミンゴルでは丸印ですね。がマークされると思います。そしてパーです。規定打数と同じ打数で上がりましたよということで、パー。ので、まあ、プラスマイナス0ということですよね。で、ミンゴルではね、マイナスと言いますか、まあ、横線の棒が表記されると思います。続いて、ボギーですね。ボギーは、規定打数よりも1打多く、打ってしまってのホールアウトということで、三角のマークがされています。続いて、ダブルボギー。これはプラス2ですね。2打多い打数でホールアウトした。で、四角のマークをミンゴルではつけておりますね。そして、トリプルボギーです。これは、規定打数よりも3打。多いということですね。で、バス印です。それ以上打ってしまった場合は、プラス4、プラス5ということで、まあ、4オーバー、5オーバーという言い方をしていきます。まあ、よっぽどミンゴルでね、そこまで叩いてしまうというケースは、私はあんまりないので、チャンネルの中でね、そういう表記をすることはないんですけども、まあ、こういうような仕組みで、アンダーとオーバーという言い方をしているということです。ので、アンダーというのは、パー。プラマイゼロっていうところからどんだけ下なのかっていうのがアンダーで、オーバーっていうのがどれだけ上なのかっていうのがオーバーですよね。で、ラントアの中でね、私が物理的スコア、物理的スコアっていう言い方をしておりますよね。あれは、このアルバトロス、イーグル、バーディー、パー、ボギー、ダブルボギーとね、そういうような、結果をトータルした数字ですよね。ラントアの場合は、3ホールを3回行いますので、今週の場合ですと、マイナス12、つまり12アンダーというのが私の物理的スコアというふうに言い方をしております。あれはミドルのホールでバーディー、ロングのホールでイーグル、そしてショートホールでバーディー、合計1回で4アンダー、それをかける3ですよね。
そして12というふうな数字を私は物理的スコアというふうに言っております。で、その12アンダーの物理的スコアっていうのはどういう意味合いで決めているのかと言いますと、まあ普通に1週間、チケットを購入せずに自然に溜まったチケットでトーナメントに参加することができる回数が、まあ多くて15回から20回ぐらいだと思うんです。まあ20回も参加できないと思うんですけどね。まあでも15から20ぐらいの間の、自然に溜まったチケットだけで参加した回数で取れるスコアっていう風で、まあ物理的スコアっていう風に私は設定しております。ので、まあ例えばチケットを購入してね、50回、60回、70回とランキングトーナメントに参加すれば、その間にね、チップインとか、そういうまぐれショットが出る確率は上がりますんで、物理的スコアも上げていくことにはなるんですけども、まあ、ひとまず私の中では20回、15回から20回のランキングトーナメントに参加した場合で取れるスコアというのを私の中では物理的スコアという言い方をしております。のでね、まあ、物理的に言えば、それはね、もっとすごいスコアだって取れるっちゃ取れるんですけどね。20回のランキングトーナメントに参加した場合の確率で取れるスコアっていうのは、まあ、チップインがないという想定での、物理的スコアということですね。まあ、あとはもう飛距離に応じて変わってきますので、私の場合、例えば300ヤード前後飛ばせる、ティーショットで飛ばせるっていう方に関しては、12アンダーですよと。で、250ヤードぐらいが、まあ、限界の飛距離の方でしたら、まあ、じゃあ9アンダーというのが物理的スコアですよとか、まあ、そういうふうな言い方になっておりますので、覚えておいていただけると助かります。続いて、ドローとフェードの違いですね。で、ドロー系とかフェード系とかっていう言い方をちょこちょこしています。私の持ってるギアの中で、ドロー系のクラブというのは、門松クラブが代表的なクラブですね。まあ、あとピラミッドクラブもそうです。打ち出した、最初のね、打ち出した方向が右に出るんですけども、ギューッとこう左に曲がって戻ってくるというような球筋を描くのを、まあ、ドロー系のクラブという言い方をしています。逆に、フェードというのは反対ですね。左に打ち出して右に戻ってくるという軌道を描く打ち方をするクラブのことをフェード系のクラブという言い方をしていますね。フェード系はスコティッシュクラブが私の持っている中で代表的なものになるかなと思いますけども。はい。で、まあ、チェッカーフラッグクラブとかは、まあ、あんまり癖のないクラブということで、このドローでもフェードでもなく、まあ、まっすぐ飛ぶということですね。まあ、ビッグフライクラブもまっすぐ飛びますし、おそらく、私持ってないですけど、シャンパンクラブとか、リムジンクラブとかも、あまり癖がないクラブというふうに聞いていますので、おそらく、ドローでもフェードでもないというクラブじゃないかなと思われます。続いて、フォローとアゲインストです。フォローとアゲインストというのは、風の向きですよね。フォローの風が吹いてる、右からのフォローとか、左からのアゲインストとか、そういう言い方は私よくしてますけども、フォローというのは追い風です。後ろから前に向かって、吹いている風をフォローと言いまして、まあそれが角度によって色々とあると思うんですけども、右後ろから左前に向かって吹いているのを、まあ右からのフォローだっていうふうに言っております。で、アゲンストはその逆ですよね。ので、左からのアゲンストっていうのは、左前方から右後方に向かって斜めに吹いている風を、まあ左からのアゲンストというふうな言い方をするということです。はい、続いてね、つま先上がりとつま先下がりですね。最初のティーショットには関係ないんですけども、2打目、3打目打つときのライ。ライというのはその芝の状況ですよね。ボールが止まっている状態の芝の状況をライというんですけども、そのライの状況が、つま先下がり、つま先上がりっていう言い方をしています。それはボールが、なんていうんですかね、右斜めに下っている形の傾斜の場合、つま先も下がりますよね。地面に向かってつま先、自分の両足のつま先が、下に向かっていることをつま先下がりと言っていまして、逆につま先が上がっている場合はつま先上がりという言い方をしています。なので、つま先上がりの場合はボールが左に行きやすく、つま先下がりの場合はボールが右に行きやすいということですね。なので、まあ、右に傾いているとか左に傾いているという言い方をする方が分かりやすいかもしれないんですけど、まあ私はもうつま先上がりとか、つま先下がりという言い方をしておりますので、こちらもね、また覚えておいてください。で、今度はね、左足上がり、左足下がりです。で、これは、先ほどのつま先とは違って、今度は前後の傾きですよね。で、左足が上がってる場合は、ボールが上に打ち上げられるっていう形で、考えます。ので、ボールが上に打ち上げられますので、その分飛距離が伸びないということになると。逆に左足下がりの場合は、ボールが下に向かっていますので、ボールがね、こう、
飛びすぎるという風になりますんで、ちょっと弱めに打たなきゃいけないなっていう意味合いで、左下がりの場合は弱めと。で、左下がりの場合は打ち上げちゃいますんで、その分強く打たなきゃいけないなというような意味合いになります。続いて、フックとスライスですね。これはグリーン上での、用語になるんですけど、フックというのが右から左に向かってボールが転がるのをフック、フックラインとか、そういう風な言い方をしています。逆にスライスは左から右に向かってボールが行くというラインをスライスラインですね。ので、上りのフックとか、下りのスライスとかっていう言い方をしていますけども、それは下っている場合のスライスラインのことを下りのスライス。これは一番頻繁に使っているし、頻繁に動画上でも見ていただいていると思いますので、なんとなく分かっていただいているんじゃないかなと思うんですけどね。そして最後にね、カラーとファーストカット。これもね、ちょこちょこ言っています。で、どちらも似たような感じなんですけど、カラーというのはグリーンとフェアウェイの間のちょっと芝が、の刈りが荒いところということですよね。フェアウェイよりも芝は短いですけども、グリーンよりも芝は長いという間のところをカラーという言い方をしています。で、カラーに乗っている場合はまだグリーンオンしたというふうになりませんので、気をつけてくださいね。続いて、ファーストカットです。ファーストカットはグリーンではなくて、フェアウェイの方ですね。フェアウェイとラフの間にある、フェアウェイよりも若干芝が長く、ラフよりも芝が短いゾーンのところをファーストカットという言い方をしています。ここもラフ扱いになりますので、フェアウェイ扱いにならないということにはなるんですけども、ファーストカットですね。あそこの方がまだ、打ちやすいという言い方をしていますけども、ラフまで行く手前のところをファーストカットという言い方をしています。こんな感じで、主だったね、専門用語を、解説させていただきましたけども、他にも、知らず知らず言ってることもあるかもしれませんし、ゴルフ用語自体もね、もっとたくさんあるんです。なのでね、興味がある方は、ネットで、検索してもらうと、他にもね、いっぱい出てますし、私もね、わかりやすいようにね、解説している動画とかもあったりしますのでね、そちらの方も参考にしながら、あと私のチャンネルをね、見ていただいて、そういうことだったねっていうふうで、また見ていただけると、雪室がね、どうしてこうやって狙い方をしたのかっていうのも、なんとなく見えてくるんじゃないかなと思いますのでね。まゆさん、こんな感じでよろしかったですかね。はい。またね、わからないことがありましたら、どんどんコメントで聞いてみてください。はい。ということで、今回は、私の発言している専門用語、ゴルフの専門用語の解説をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。雪室でした。